皆さんどうもこんにちは、モータージャーナリストの岡本浩一郎です。今回は三菱から間もなく登場します、新型軽 EV ですね、 EK クロス EV を紹介したいと思います。三菱の EK クロスシリーズの一員としてラインナップされることになりました。外観もですね、EK クロスとですね、ガソリン車の EK クロスと結構共通性は高いです。しかしよく見るとですね、細かいところが差別化されています。まずですね、このボディカラーですね、これも専用色になります。で、ブルーとですね、このルーフはカッパー色になってます。これはですね、EV らしくですね、動線を表しているということです。そしてボディパネルもですね、全体的には共通なんですけれど、このバンパー違います。バンパーが違って、あとフォグランプも違いますね。こう下の方がよりフラットな感じになってます、バンパーはですね。そしてホイールもですね、結構凝ったデザインになってます。これ切削後期タイプですね。非常に凝ったデザインです。そしてそのフェンダーには EV を表すバッジがついてます。リアもですね、バンパーのデザインがガソリンの EK クロスとはちょっと異なります。あとですね、確か記憶ではですね、ガソリンの EK クロスはですね、この左リアフェンダーにですね、給油口あったはずなんですけど、ありません。そして反対側、右リアフェンダーを見てみましょう。この通り、給電口が右側にありますね。そして開けてみると、やけに大きいなと思ったらこの通り、両方ですね、普通充電用も急速充電用の充電口もこちらに設定されています。ボディサイズはですね、軽自動車なので全長は3395mm、全幅は1475mm、そして前高はですね、1670mm になっています。そしてモーターのスペックなんですけれど、最大トルクが 195Nm ということで、気になるバッテリー容量は 20kWh です。この 20kWh という数字は、日産のリーフのちょうど半分になります。航続距離ですが、WLTC モードでですね、180km となっています。軽自動車ユーザーの約8割はですね、1日に走る距離が50キロ未満であると言われています。それを考えるとですね、180キロ走るっていうのは十分ではないかなと思います。続いてインテリアをチェックしてみましょう。パッと見て結構質感高いなって思います。僕はガソリンの方の EK クロス初めて乗った時も、結構軽自動車でもここまでやったんだなと思ったんですけど、もう EK クロス EV も同じように質感の高いインテリアになっております。さらにですね、これ上級の P グレードなんですけれど、こちらオプションのプレミアムインテリアパッケージが装着されています。そうするとですね、シートがこの通り合成比較とファブリックを組み合わせたシートが装着されます。そしてこちらメーターパネルはですね、この7インチのデジタルディスプレイになります。こちらに、EV に関する情報ですね、表示されます。バッテリー残量とか航続可能距離が表示されます。あとですね、ドライブモードが選べます。この通りノーマルとスポーツとエコですね、3段階選べます。マイパイロットに関する表示も充実しています。そしてこちらインパネの中央からこのセンターコンソールにかけて、実はガソリン版の EK クロスとは全然違います。まずこちら、スマートフォン連携カーナビゲーションが上級の P グレードには標準装備されます。これはですね、Android Auto や CarPlay に対応するのはもちろん、もう地デジチューナーもついています。そしてシフトもですね、あとこの空調のコントローラーもですね、ガソリン版の EK クロスとはこれ全然違いますね。まずシフトはですね、 EV らしくこういう物理的なシフトレバーではなくてですね、電性シフトになっています。さらにですね、このエアコンのコントローラーですね、これもガソリン版と全然違うんですけれど、つけてないとこの通り真っ暗な感じなんですけれど、つけるとですね、表示されて、で、ここ分かりますか、細い線がですね、部分的に設けられてるんですけど、これ運転しながらでもブラインドタッチできるようにこうなってるんですね。あとはですね、この軽自動車なのに、シートヒーターもつくし、なんとステアリングヒーターまでついてるということですね。この通り USB の A と USB-C のこのジャックがついています。
でガソリン版の EK クロスの方はですね、ここにあの引き出し式のトレイついてたんですけど、それはなくなっています。あとはデジタルルームミラーですね。こちらもさすがは、三菱の軽自動車らしくデジタルルームミラーもついています。続いてリアシートがどんな感じかチェックしてみたいと思います。まず普通に座ってこんな感じです。で EK クロスといえばリアシートこの通りですね。前後スライドできます。で一番後ろにするとこんなに膝の前が開きます。小一郎チェック。もう原骨にしていくつでしょうね。でこの状態でですね、あの頭上もですね、僕身長172センチなんですけれど、この頭の上も原骨一つ以上開きます。でリクライニングもできます。この通り一番寝かせるとこれぐらい。気になる床ですね。 EV ということでですね、薄型化したバッテリーがフロアに積まれているんですけれど、あのガソリン車と全く同じですね、ここの高さは。でよく、ね、電動化車両でフロントシートの下が盛り上がってたりするんですけれど、そんなこともありません。足入れ性もいいです。そのあたりもポイント高いですね。さらにこちらリアシートにもこの通りドリンクホルダーが設定されてて、ここですね、取っ手の部分もですね非常に長くなってます。これスマホも置いてまだ余裕がある感じですね。あとはこちらですね、助手席の後ろはですねこの通りポケットがあって、こっちにもスマホが置けるような小さいポケットもあります。それではラゲッジルームをチェックしてみたいと思います。はい、こんな感じです。でこれですね、今リアシートが一番後ろに来てます。これを前にスライドさせるとこの通りドーンと広くなります。そしてボードの下を見てみましょう。こんな感じです。こちらにですね充電ケーブルも収めることができます。実はですねこの EK クロス EV はですね、バッテリーを積んでるんで、足回りが EK クロスのガソリン車の 4WD 車と同じような構造になっています。それもあってですね、この後ろのフロアがやや高くなってるんですが、それでもですね十分荷物を積めるかなと思います。バッテリー EV ということで V2H や V2L のことも気になると思うんですけれど、20kWh のバッテリーを積んでいるんで、一般的な家庭がですね、の電力使用量を考えると、まあ、1日分は十分にカバーできると。であとはですね、外部給電機をつないで、キャンプなど出先で電気を使うこともできるということですね。以上小一郎チェックでした。それではですね、 EK クロス EV の目玉の一つであるマイパイロットパーキングですね、試してみたいと思います。では行ってみましょう。こちらのですねアウトランダーとアイミーブの間の、なんか止められそうなんで、ここに止めようかなと今探している状況を想定して行ってみたいと思います。はい、あ、この通り表示が出ました。この丸い表示が出たらですね、この枠に止めれますよという感じですね。では行ってみたいと思います。この駐車開始というボタンを押します。あとはですねこれですね、このシフトの横にあるオート P っていうボタンをですね押し続けると、これを押して、でブレーキを離しました。で僕今ハンドル触ってません。車が自動的にこうハンドルもアクセルもブレーキも操作してくれます。で今こちら行きましたね。で自動的にこう今リバースに入れてバックし始めました。はい、枠の方をめがけてこんな感じです。自動的にハンドル切ってくれます。はい、止まって終了します。自動的にパーキングに入って、でパーキングブレーキまでかけてくれます。こんな感じですね。これ一発で収まらなかった場合はちゃんと切り返しまでやってくれます。優れものです。という EK クロス EV でした。それで気になる価格なんですけれど、ベーシックな G グレードが約240万円、上級の P グレードが290万円ぐらい、55万円の補助金を受けたら実質的には200万円を切る段で手に入るということですね。そうなってくると今の軽自動車の売れ筋の価格帯と、
まあいい線いくかなという感じです。それでいてこのですね、先進性、経済性ですね、今ガソリン代もだんだん高くなってきているところなんですけれど、200万円を切る価格でですね、それが手に入ると思うと非常に魅力的な話ではないかと思います。そんな EK クロス EV に乗って近いうちにまたレポートしたいと思います。